ようこそハリのプリンスチャンネル。この間のパレスホテルの、イベント、結構お客様も、ちょっと、コロナ対策もあって、十数名のお客様だけ限定でっていう形で、ちょっとあれだけのちょっと鎧塚さんとか住江先生とかいらっしゃるから、本当はもうちょっとお呼びできればよかったですけど、ちょっと今ちょっと仕方ないって感じですが、これからもああいうイベントたまにやると思うんですけど、例えば対談する可能性がある人って誰かいますか？だから結局言えないですよね。ほらこの人っていうのはもう決めてるっていうか、私たちの間では決まってるような人っているんですけれども、はい、今こうなんていうんですか、そのやっぱ決まってからじゃないと言えない、ね、そうなんですよ。だってやらないわって言われちゃうとね、困るしね。そうですね、うん、好きな食べ物と嫌いな食べ物それぞれ。私ね、好きな食べ物はね、天ぷらとうなぎとね、そば。天ぷら、うなぎ、そば、はい、うん、そこへ果物も入るっていう感じですね。あ、嫌いな食べ物っていうのはたった一個だけ、お肉がダメ。あ、おっしゃってましたね、うん、豚も牛も鶏も、特に鶏が一番ダメかもしれない。一切食べないですか？やっぱり一切食べないですね。子供の頃からですか？はい。はあ、それがね、鳥は一番最初にダメ。うちおばがね、うちの母方のおばが、おばっていうんだよって、妹が母がね、はい、鳥の問屋に届いたんですよ。はい。で、あの時やっぱり小学校5年かそこらへん行きますね。そしたらば、それをおばあちゃんがね、首をはねて、はい。そしたら、そのはねたまんまでね、首ないんですよ。はい。それで、10メートルぐらいに走ったの。はい。血しぶきを上げて。あれを見てからね、鳥は何十年ってダメでしたね。あ、そうですか。うん。それはちょっと怖いですね。そう、怖い。それと同時に、でもね、私ね、これで言うとね、ええー、って言われちゃうんですけどね、フォアグラを食べられるんですよ。これは自分でもね、ええー、と思いますけどね、フォアグラだけは食べられるんです。魚肉ソーセージは、それは大丈夫。あ、それは大丈夫です。ええ、でもソーセージは嫌いですか？もう全然食べられない。あ。食べたことないです。あ、そうですか。うん、ありがとうございます。じゃあ今日はこんなところですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。皆様の質問を受けたまわっております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。